白だったらそんな違和感ないんですか。いや、あるそうあるっす。今回ってんの、これ回ってる。これを映す。いるか。鳴らし運転がてらついてくる。あ、目薬をね、俺忘れた。目薬忘れた。それは必要。夜涙が止まらない。じゃあ花粉症だから。じゃあどうする。我慢する。我慢する。分かった。悪い。普通に財布ねえことに今気づいた。普通に忘れた。前走んねん。うわ、めっちゃ車いる。全部好きか。すげえな。そこまでする。宇都宮とか長岡仙台。今日のランチは、緑のイヤーってとこですね。
緑のイスキア7号線まで16キロ、太平山荘、もう泊まれるんですよね、宿泊できるんですよ。ヤジのバイクは前タイヤがやばいらしいですね。ツンツルテンだったな。今買える買えないの話してて、俺も後ろのタイヤ、リアタイヤやばくて、まあ、夏前に6月に交換するんですけど、まあね、タイヤはね重要なのでね、すぐに交換した方がいいですよね。アメリカンとかのタイヤだとね全然持つんだけど、多分 SS とかネイキッドのタイヤやばいんだろうな。ヘリがやばいんでしょ。もう全然想像つかないけど、ワンシーズン1回とかっていう話を聞いて、チーン、そんなに買えるのみたいな。高そうだし、うお、軍用車だ。軍用車の後ろにヤバいのたくさんいたわ。ランボルギーニ、この前もランボルギーニあったよ、福島ツーリングの時、山形で。そう、 GS いいですよね。まさしくなんかキャンプ2っていう感じの。まずね、荷物がめっちゃつくからね、あの大容量サドルバッグにさ、いいな。将来乗ってみたいバイクの一つですね、 GM はね、一回乗ってみたいかも、マジで。あ、そういえば今この前のゴールデンウィークでトラフィックシグナルさんがミーティング、ユーザーミーティングを開いて、東京、群馬だっけかな、群馬、あとどっかもう一箇所、新潟、あ、違うかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、まあそれに行ったっていう人たちが動画を上げてましたね。多分かなりの人数だったんではないでしょうか。すごいですよね、一人の元風呂、まあ一人っていうか、まあいっちゃんさんとゆまさんなんで、二人の元風呂側さんの力でそのミーティングまで開ける。まあ登録者数が3万のうなぎ登り中ですからね、今。やっぱね、見ててね、やっぱ楽しいっていうか、だからそれがあるのかな、やっぱし。うん、確かに編集にはね、まあ見てて、やっぱしすごい時間がかかってるなっていう感じの編集ですよね。あの、やっぱりこだわっている編集の仕方で、もうすごいなと思って、まあ、僕もそうなれたらいいんですけどね、まあ、まあみんな知ってるとは思いますけど、トラフィックシグナルさんの動画知らない人がいたら見てみてください。非常に面白いです。俺が好きなのはね、どこだろうな、そうだな、やっぱ田沢湖に来る、まあ地元なんでね、秋田県なんで、田沢湖に来る動画は結構見てましたね、うん、田沢湖のキャンプツーリングですか、一泊のスプライトライダーさんの、絆ライダーさんとかのコラボ2ですね、元ブロガー同士の。いやー、これ流行ワードになりそうだな、元ブログ、元ブロガー、元ブロギング、すごいですよね、やっぱりそういう文化がだん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 根付いてきたって言えばいいのかな、すごいよな。煽りですぐここ合流か、これを酒田、鶴岡、鶴岡、酒田間に抜けていきます、抜けていきます、これ降りますだな。
よし、行ってみよう。雲落ちたよ。ね、雲落ちてこなかった。ああ、多分あの車じゃねえかな。見てる。じゃあそのまま行くよ。行けよ、飛び上。 U ターン、 U ターン、 戻る。うん、ここを使って U ターン。